どうも、お疲れ様です。小野です。今日はクレア AI についてご紹介したいんですけど、クレアって言ったら画像生成だったり、エンハンス、解像度を上げたりとか、動画作ったりとか、そういうので有名だと思うんですけど、今日はですね、この下の方にあるミニアプリ、ロゴイリュージョンっていうやつにをご紹介したいと思います。小野さんの YouTube。これなんていうどういう立ち位置かというと、まあ、ロゴデザインをするというよりかは、もうすでにあるロゴ、それを装飾することができると、とかなんかいろいろ、ビジュアルを変更して、例えば分かりやすいのがこれだと思うんですけど、アップルのリンゴマークをこうやって宙に浮かぶ、なんていうんですか、船というか宇宙船というか、そういうのに見立てて、装飾したりとか、そういったなんか面白いこうちょっと遊びですよね。そういったものができるやつです。で、まあ実際にちょっとやってみましょう。この左上のところで、ロゴデザインを選ぶことができます。で、既存のロゴが、デフォルトで用意されてるので、じゃあそうですね、じゃあ X 使ってみますか。で、ここで、ロゴがどの程度、影響を与えるかっていうことをここで設定します。じゃあ80%ぐらいにして、で、プロンプト、試しにじゃあ、最初から用意されてるやつ、ここでラッフルで、ランダムでプロンプトを入力してくれるので、じゃあこれにします。なんて書いてあるか？雪に覆われた村、その静けさはメカアニメ風のメカバトルによって乱される。ちょっと意味わかんないですけど、まあ、これでやってみましょう。ジェネレート。おー、ああ、確かにメカアニメ風というか、なんかこう、ちょっと SF のチックな、この戦闘シーンといいますか、にありそうなやつですね。とか、じゃあロゴ今度変えてみましょうか。次はじゃあナイキで。で、またプロンプトもラッフル、ランダムで。次は、静かな池の向こうに飛び石があり、茶屋へと続いている。こういったプロンプトです。じゃあ、ジェネレート。ポチッ。ギリギリナイキですね。ああ、ギリギリ でもなんか、隠れてるロゴマークを探せじゃないですけど、そういったなんかミニゲームをなんかツイッターでできそうですよね。まあ盛り上がるかどうかは知らないですけど。次またロゴ変えてみましょう。じゃあ、ノーションじゃちょっとわかりづらそうだし、じゃあインスタグラムにして、強さを100%にしてみましょう。で、またランダムでプロンプトを選びます。今回は、ビクトリア様式の温室で一枚一枚の窓ガラスが宇宙を縁取っている。プロンプトの癖が強いな。お、これ良くないですか？このインスタグラムってわかりますね。はあ。いいですね。なんか、まあ、こういうものは、まあ、なんでしょう。実際のロゴデザインには使えないですけど、例えば製品発表会とか、アップルもたまにやりますよね。アップルの発表会2024とか。で、SNS で広告宣伝するときに、こういう遊んだロゴデザインを一緒に投稿して、イベントの告知したりとか、そういうのに使えそうですよね。これ結構良くないですか？インスタグラムいいですね。ちょっとここの強度は 強くした方がいいかもしれないです。じゃあ最後もう一回やってみます。どれにしますか？
あ、ちなみに言うと、ここ今、塗り絵って書いてます。これ僕がこれからやっていこうと思ってる授業なんですけど、こうやって自分の、好きなロゴもアップロードできるのでご安心ください。じゃあ最後、クレア AI のこのロゴにしましょう。これも強度100%で、プロンプトランダムで選びます。はい、ジェネレート。あ、っていうか、どういう意味なんだ、これ。気まぐれなツリーハウスの村はブロンコ橋でつながっている。お、おしゃれ。おお、あ、ちょっとかわいいっすね、これ。いいっすね。まあ、当然ですけど、ここ自分でも打てるので、プロンプト。はい。なので、ご自身のロゴと、ご自身でちょっとこうしてみたいなっていうアイディアがあれば、ぜひ、ちょっとこのロゴイリュージョン。めちゃくちゃマニアックですけど、クレア AI にこんなミニアプリがあるよっていうご紹介でした。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。もし、よろしければいいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます。